マジックテープ、あ、揺れちゃうのか。マジックテープだとなんか落とすかもしれないですね。セロテープですからね。雑こんな裏側やったんや、はい、これでございますよ。でもそうですね、よっぽど声ちっちゃくなければ後ろの人もガンガン声入るんで、はい、ここなんですよね、この2つスピーカーがガラスに反射するから、ガラスにね、それがあるから。いやいやいや、ちょっと待ってくださいね。昨日すごいね、楽しすぎて酔っ払いすぎて口の中がちょっと帰りがけちょっと酸っぱくなってきましてあかんって思ってトイレ行こうと思ったら別に吐くもんなくて、虫そんな食わなかったんだなと思ってあ、バッグ持ってよか。あ、後ろ本投げてもらってます。なんてどんな始まりになるんでしょうか。基本二日酔いなんです。二日酔い。二日酔い。ああ。全然何も。結構飲んだもん、ね。なんか伊藤沼さんも五六杯飲んでましたよね。飲んでました。うん、確かに。結構飲んでたよね。地味にみんな飲んでたっすよね。進みました。よかった。いやでも結構耐久勝負やったんですよ、うん。耐久勝負。なかなかの耐久でしたね。1時間ぐらい、うん、オープンラスト、うん、で、あそこのなんていうか終わり方はあれなんですよ、猫さんが眠くなったら終わりなんですよ、あそこはい。じゃあどの辺から、ゴープロさんも撮ります。撮ってますよ。もう撮ってるんですね。はい、了解です。これはどっかをこうパツパツってこうやるから、あ、素晴らしい。クーラー入れましょうね。暑いわ今日、びっくりするわ。13度ある。むさ苦しいおっさんばっかり飲んでる。結構来ますね、はい、これどうですか、あの、ガックンですか。いや、うん、パワフルですね。ああ、そうですね、トルクがある。で、今ね、人員だけで200キロ乗ってますからね。200キロどころじゃないと思う、はい、だからもう、うん、いじる必要ねえなって実際は内心思っちゃいます。どうせこれでたかが知れてるんで、リヒューの変えてる人来たらあれだけども、いいですねって言うけど特にいいかなって。全然、あ、ごめんなさい、虫入っちゃった。なんだか2個目のエアコンフィルターすぐ匂ってきて、社外品ちょっとあれかなと思って、純正の方が良かったかもしれないです。あれじゃん、カセーター入ってないやつじゃない。そうかもしんないですね、うん、なんかこうやってすぐに寄ってきちゃいました。それ洗う動画作りましょう。洗いますか。エアクリーナーを100均で買ってきた。100均。どうも、何々です。はい、ダグ付けとか。あかん。ダグって何なの。YouTube やし、 YouTube ダグ付けが大事ですねえ。じゃあちょっくら、はい、始めますね。はい、ここでしょ、適当なんですけどね。はい、皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、平和なアルトノリと申します。まあまあ、とりあえず今、ここ踏切、今、右に曲がると黒田原駅ですね。それではね、本日のね、動画この辺で終わりたいと思いますね。いつもは平和なアルトノリだけですが、本日のね、お相手は、じゃあまず、はい、じゃあ一人ずつもう一度自己紹介お願いできますかね。ガッパラ実況チャンネルです。はい、一番のインチキ整備士です。はい、伊藤沼でした。はい、ありがとうございました。それでは失礼いたします。平和なアルトノリでした。ありがとうございました。はい、どうもです。はい、あれ伊藤沼さんちゃうの。ああ、あれサングラスしてる。え、伊藤沼さんじゃん。トップユーチューバーちゃうの、あれ。トップユーチューバー。
ライバルだ。おい、なんか設定してんちゃうのあれ。昨日の様子どっか流れましたかね。あれ？デジャブや。デジャブですよ本当に。びっくりした。同じプリウス乗ってるし。エージェントスミスみたいなの。超にそっくりじゃないですかって。こんなこともありますか。乗っとるわ田沼さん。乗っとる田沼さん、すごいわ。もう引きが強いっていうか、なんかもう何も引いてないですけど、めちゃくちゃ当たってますよね。滑ってんのに引いてるから。いや、その方がいいんだと思う。普通に行ったら本当に滑っちゃうって言われて。あざした、どうも。こんな感じで。左側のね、標識の先の上りの旗が開いてる。はい。肩運ぶのちょっと攻めんですけど、はい。なんかワクワク感が高まる感じがしますね、これ。はい、ここは平野でございます。はい。名物おばあちゃんの可愛い。地元に根ざした食堂なんで、あの田植えの時期とかも農作業の休憩でみんな、そうです、はい、夜がすごいですね。農作業の方、終わった方でも全部取ります。何ターン終わったんやとか、そういう話です。まんまです。ありがたい。成田ナンバー。はい。今始まったとこ。始まったとこ。じゃあ焼き肉定食よ。予約席だ。よいしょ。あなたが用意したネタはことごとくグズグズになるでしょう。ラッキーカラーは黄色です。ラッキーカラーは黄色ですか。いや、黄色ではない。ラッキーカラーは言われませんし、うん、40代結婚生皆さん来た。40代人じゃないです。30前後に1回チャンスあったけど、それは別れる線だから、バツイチになるから結婚しなくてよかったけど、結構当たってたからな。いやのどかや、めちゃくちゃいい天気で、まあ、さっきブラブラして板沼さん手相見てもらったりして、移動中あまりにも心地よくてポコッと俺寝てましたし、今からちょっとお土産買いにね、那須の方に上がろうかなと、うん、後ろインチキ整備さんの後ろをついて走っておりますけど、防火やな、防火の野焼きをしてるので手中言うとったな。今から那須の方に、那須ココナス、ナスの方に、上がろうかなというところでございます。
広角で撮影するんですか。はい、魚眼向こうじゃなくて。向こうじゃない。おーおーおー。じゃあ、いきますよ。はい、どうも皆さんこんにちは、田沼と申します。申しますっていうか、あの僕のチャンネルですからね、あの知ってると思いますけど、いや今日はですね、栃木県那須町の黒田原駅というところがあります。黒田原駅というところに来ております。昨日ですね、オフ会をしまして、これ右行った方がいいのかな左だったか。そんなこんなで動画を撮っておりますが、あれなんか笑い声が聞こえてきました。もう無理、黙ってんの無理もうそんなこんなでって なんなんもういきなりやん。ちょっと黙ってください。はい、ですね、今日はですね、今ちょっとお二人ほど僕の車にですね乗っておりまして、楽しかったですよ、本当に楽しかったわ。ありがとうございました。感謝ですわ、感謝ですわ。また再会したいですね。また再会したいですね。もしかしたらね、また別な方とかね。僕なんかはね、こっちはその来ようと思えばね、近いですもん。そうやもん、そうやもん。そうそう、だから黒田原で誰か見つけたらいいんですよ。そうそうそう、あら、そうですか。うん、じゃあ、夢やっちゃって。それは無理やな。それは無理やな。それはあかん。それはアイドルやもん。みんなのアイドルやもん。僕のアイドルですからね。みんなのアイドルやもん。みんなのアイドル。10枚買ったぐらいで、そんなもんみんなやから。いや、でも、一期一会じゃないけど、そうですね、いい時間やった。ということで、駐車場着きました。ちょっとね、これから金子書店で激辛カレーを食べるということで、動画を撮ってくれるんですね。帰ろうかなと。動画を撮ってくれるんですね、それの動画撮るかどうかちょっとわからないです、はい。まあ、ということで、一旦これでね、終了ということで、どうもゲストの皆様、いやいや、 GoPro 実況チャンネルさんと平和なアルトノリさん、はい、はい、ありがとうございました。いやいやいや、そう、楽しかったです。はい、ありがとうございます。楽しかったです。はい、ということで、皆さんさよなら。さよなら。さよなら。全然いけるやないですか。普通じゃないですか。普通やないですか。最初のグダグダ感ひどかった。いやー、あれ、まあまあ、黙ってもう俺我慢できんかったもん。いや、すごいナチュラルな感じの動画になったと思いますよ。ですね、うん、初めて、うん、本当に嬉しいよ、俺こんな、あ、これ田沼さん、夢なの夢だね。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 はい。ピントが合えへんのね、これ、近距離。後からちょっと来ますけど。後から、マジ俺まだ全然食べてない。卵が卵に卵が来た。はい、お疲れ。どうだ、うまいな。ガルバンゾ豆と緑豆のキーマカレー。ガルバンゾ豆うまいわ。うまい、うまい、うまいよこれ。うまい、うまい。
皆様の GoPro 実況チャンネルです。どっからやろう、どっからやろう、那須町、黒田原満喫しまして、でなんやろう、2日目はいろいろとこう回ってね、お土産買ったりなんやするわけなんですけども、ラスクが有名やって言うんで、まあ、ラスクを買いに行って、で、まあ、会社用というか職場用ね、人数が多いんで、まあまあの数買って、であと家で食べたりするようにお酒のあてとして、やっぱりチーズが有名なんでね、チーズをこう買いに行くわけなんですけども、あまたにチーズ工房かな、なんかそんな名前やったと思うんですけど、漬け、たまり醤油漬けかなんかそういうチーズがありましてね、なんか変わってるし美味しそうや、ランキングも上がってくるってことで、そこに連れて行ってもらって、そしたらまあ可愛らしい店員の出てきたことうわめっちゃ可愛らしいやないですかって言ってね、話しながら、まあ、チーズを大量に買いまして、でまあ道中どういう工程になるのか予想つかんので、もう家の方にクール宅急便で送ってもらうと、ならもう一人その手続きするのに出てきて、あお姉さん出てきたなと思ったら、お母さんやっつってね、いやもう美人だらけのあのチーズ屋さん、もうぜひおすすめで、食べても美味しかったんですよ、あんな食べたこともない味のチーズでね、うわ美味しいわこれっつって言ってたら、あの1個おまけしてくれて、袋でこんなにありがとうねっつって、まあ結構大量に買ったんで、あの、まあ、向こうも喜んでたのかどうか、まあ上から目線じゃないですけどね、でそのまま一応こうまた黒田原の駅前に戻ってきて、でもらったチーズ、いただいたそのおまけのチーズをこうみんなでつつきながらコーヒーして、でまったりとした時間を本当に過ごしました。でまったりとするけど楽しいんですよね、なんか心地よいというか、天気も良くてポカポカ陽気で、で、まあ、そうこうしてるうちにインチキ整備士さんが離脱しまして、まあ先帰りますよ、ね、場所もちょっと遠いんでね、千葉まで帰らなあかんっていうね、先離脱、ね、相変わらず引き続きこうグズグズしてるんですけど、いつもこう金子書店に差し入れをね持ってくる方がおるんですけど、自家製のスパイスの効いたカレーを持ってくると、これは食べないかんなっていうのを板沼さんがこう張り切りまして、ちょうど持ってきて、もういい匂いがするんですよ。で食べるのをこう待ってたんですけども、ほんならなんちゅうやろ、板沼さんそういや動画撮ってないよねっていう話になって、普通にこうやって喋れるのにこのままやったらええやんっていう流れで、
3人乗車して板沼さんの車にね、3人乗車していわゆる検証動画ですねをみんなで撮影してワイのワイの言いながらね、案外やっぱり喋れるんですよ、面白いんですよ板沼さん、まあ、それも動画でこうもう上げた後なのかこれから上げるのか順番どうなるか分かりませんけども、面白いわ、もう噛めば噛むほど味が出る、あんだけキャラの濃い人おらん、まあ俺も濃いよ、俺も濃いけども、でまあそんなんで歌沼さんともこう別れて、で平和のアルトノイさんとも一旦お別れと、でだいたいそれが5時ぐらいかな、5時ぐらいでちょっと作戦というか考えがこういろいろ巡ってくるんですけど、いただいたチーズがまあ、たくさんあるのと、で今日はまあ日曜日、ね、3月4日の日曜日なんですけど、日曜日は、その黒田原のコミュニティラジオ、ダッパラジオっていうインターネットラジオがあるんですけども、ダッパラジオで、ホットサンドをいつもこう探しながらテーマとしてね、ホットサンド何が合うかな、何を入れてみようかなっていうこう企画が毎週あるんですけども、いろんなものを挟むんですよ、チキンを挟んでみたり、この間のカントリーバーも挟んでみたけどこれがむちゃくちゃ美味しかったらしい、うん、でそこにこのいただいたチーズをね挟んで欲しかったんですよ、まあお土産じゃないけども、ああいう地域コミュニティのラジオでね地域のことを紹介できるようなネタにもなるわけじゃないですか、でまあ実際どんなになるかも俺も興味があったから、それを日曜日のパーソナリティはヤマピーっていうね、方がパーソナリティなんですけども、ヤマピーに、渡してどうしてもやってほしかった、でヤマピーも一目会ってこう初めましてじゃあねでだけでなんやけども、とりあえず挨拶はしたかった、顔は見たかった、でもまだ5時、ラジオ始まるの8時半、時間があるなっていうところで、那須塩原にね、同じこう車つながりで、向こうはもうショップのメカニックさん、チーフメカニックさんなんですけども、アートテック花塚ってまあ老舗のチューニングショップがありまして、そのチーフ、一旦停止か、ヘッドライトついてないよ、ヘッドライトついてないやん、無灯火でそれめちゃくちゃ飛ばすやん、構えてるところが悪いよね、やらしいなあれ、何やった、まあチーフメカニックがいましてで何回かこう実際に絡んだり助けてもらったり、ね、ブログとかでやり取りしたりもしてたんで、まあ、仲はそこそこいいんですよ、そこそこって言い方おかしいか知らんけど仲はいいんですよ、むちゃくちゃリアルなつながりで毎週会ってとかそういう友達じゃないけどもいましてね、チーフメカニックで久しぶりですって、向こうも分かって覚えてくれてて嬉しかったけど、お土産渡して雑談しながらね、ならもう子だくさんなんですよ、パパで7人おるんですけど子供さんが、まあ、パパも頑張らなあかんもんねっていう話してたら、実はねってか、えもしかしてっつったら8人目できたっつって、すごい、まあ少子化社会でね、でまあそんな雑談をしながら楽しくね作業の邪魔になるんやけども、邪魔でも快く受け入れてくれてね、でなあそうやこうやしてるうちに、何時やろ7時半ぐらいかで再びというかもう何回も戻ってきて金子書店で、マスターにね、ヤマピーが車で渡していただけますかと、どうしても最後挨拶だけして、旅立ちたいんでっていうんで、渡してもらって8時半、ヤマピーのことは俺は顔は見てる知ってるで入ってくるなし、会いたかったんです、これ作戦なんですよいきなりね、GoPro 実況チャンネルですと、
いう自己紹介から入るのが普通だと思いますわ。ああってなると思うんですけど、それじゃちょっとね、記憶に残らん、薄いかなと。いきなりファーストコンタクトが会いたかったんですって言うと、まず頭混乱するでしょ。え、誰、何、俺の知り合い、なんなん、俺のこと知ってんのって、こうなりますよ。混乱さしといて、その後に、和歌山から来ました、それも名前言わへんのでね、はてなはてな考えさす。で、GoPro 実況チャンネルで、あーっつって挨拶して、会いたかったんですって、最後挨拶だけして、旅立ちたかったんで、またしてもらいました。で、今日はそういうのでナスのチーズをねもらったんで、ぜひサンドにしてくださいって言って、後にしてきました。まあそのチーズも実際サンドにしてくれてね、美味しかったらしいです。何味噌と巻いたって言ったかな、なんとか味噌と一緒に挟んで食べたらしいですけど、むちゃくちゃ美味しいって。ビール飲みながらから当てにもなるんでしょうね。むちゃくちゃ美味しい。やっぱりそういう地域のコミュニティを紹介するだけでも、行きたいなって興味が湧く人もいますやん。俺がそのうちの一人なわけでね、そこなからずあの地域のあの辺りにお金を落としてきて、まあビビたるもんですよ。もうスズメの涙ぐらいのもんですけども、地域活性に、0.5 役ぐらい、1役も2役もとは言わん、 0.5 役ぐらいは変えたのかなと。そういう情報をこうもっともっとこうね広げていったらいいのになっていう意味も込めて、そういうチーズを置いてきたりしたんですけども。で、時刻は8時半、で、車つながりでずっと行きたかったところがありましてね、茨城県の水戸市になるのかな、にとんかつ屋さんがあるんですよ。これもスカイラインに乗ってる方なんですけども、 R31 スカイライン、鉄仮面の後セブンススカイラインっていう、ちょっと不遇な、人気がすごい出たわけでもないスカイラインがありまして、 GTR っていうと R32 からなんですけども、その GTR が出る前に R31 スカイラインに GTSR っていうグレードが存在したんですよ。で、その GTSR っていうグレード700台限定なんですけどもね、 GTSR に乗られてる方が店主をされてるお店、とんかつ屋さん、とんかつ八海、日本一のとんかつを目指すとんかつ八海、ここ一回食べてみたかったなって思って今行ってきました。8時半、いや、なんていうの、ラストオーダーの時間を調べたところ10時半だったんですよ。で、距離とあれを考えると、ヤマピーを待ってて、8時半に出ればなんとか間に合うだろうと、道も渋滞なんてないでしょうからね。で、まあ待って挨拶だけはしたかった、一期一会じゃないですけども、会える時に会っとかんといつ会えるかわからんでしょ。俺はそう思うんですよ、いつも、あの時会っときゃよかったってね、いうタイミングもやっぱりありますし、もっと会いたかったなっていうタイミングもあるけども、そういう時ってもう後悔先立たずってね、もう会われへんのかって、その環境の問題だったり、まあ命の問題だったりいろいろありますけども、もう会われへんのかってね、なる前に会えるタイミングがあるならば会いたい。ヤマピーに対してもそう、待っとけば会えるタイミングがある。でも、まあとんかつ屋さんの閉店時間がこう迫ってきてる、ほんならどうするんかって考えた時に、ベターチョイスというかベストチョイスというかいろいろ考えていくんですけど、ヤマピーは今目の前にある、待てばいいだけ。とんかつ屋さんのラストオーダー近づいてるけども、まあまあ寄り道せずにまっすぐ行けばなんとかなるだろうと。で、10時半ラストオーダーに対して10時20分か25分か、まあそれぐらいに入れまして、オーダーかけれたと。で、まあ覚えてく
れてたんでね、一回会っただけなんですけども覚えてくださって、ああどうも久しぶりですみたいなのから始まって、でとんかつをオーダーしましたと。ご飯大盛りでね、届くなりキャベツも山盛り、もう大好きねこれ、この旅であんまり野菜取ってないんでキャベツもモリモリ食べて、とんかつ、いざとんかつ、いやもうね、俺あんまりその SNS、 YouTube も SNS 代わりに使ってますけども、同じようなことをあげることもあるけども、なるだけちょっとずつこう変えたりね、写真変えたり内容を順番にこう変えていったりっていうことをするんですけども、それがもう全部同じ内容にならざるを得ないよねってなるくらいの味やったです。今までとんかつをそんなにむちゃくちゃ洋さんね、とんかつ好きであちこちを食べ歩くっていうこともそんなにはしてないでしょ。ただ嫌いじゃない食べ物なんで、好きな方の食べ物なんで、いろんなとんかつをこう食べてきたつもりではある、チェーン店とかもそうやけど食べてきたつもりではあった。で日本一のとんかつ作りを目指すと、なんとなくとんかつの味ってこう頭にありますやん。で、いざそのとんかつを口に入れた途端にもうおいしんぼの世界じゃないですけど、ふわー言うて口の中から星がキラ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 ーってこう出てきて、背中の方からこう五光がふわーって、いやもうそんな状態やった。うん、これもう俺食レポできへんやつが必死で今伝えようとしてる感じあの動画もこうやって撮ってるんですけど、食べ何時届いてからテーブルに来てから動画も撮ってたんですけど、ねカメラを持ってこうアップしたり、箸で上げたところを撮ってみたいっていうことを構想しながらね、考えながらカメラ回したんですけど、一切カメラ忘れてましたからね、うますぎていやほんまにうまかった、とんかつ八海さん。そう、いや想像が多分俺の幼稚な想像が低すぎたんかもしれん。他の美味しいとんかつ屋さんに行けばああいう味がスタンダードなのかもしれん。せやけど俺は今まで食べてきたその俺基準の物差しねで見ると、もう飛び抜けてしまった、とんかつが一気に、あの松坂大輔が鮮烈なデビューを放ったでしょ、あんな感じもええー、みたいな、むちゃくちゃうまかった。茨城県水戸市にありますとんかつ八海、ぜひね皆さんこのお近く寄る機会があったりだとか、まあ、なくてもそこ目指すだけでもいいと思います。であと水戸とかね、この茨城見るとこもたくさんあると思うんでね、とんかつ八海さんもぜひ一回食べてみて。2000円超えるんでむちゃくちゃ気軽な値段でもないと思いますよ。ただ対価として考えるならばすごいあり、この俺の心がこんだけ動いてんやもん。これだってとんかつを喋りたいがためにそのまでの流れを喋ってからのとんかつでしょ。いきなりとんかつだけ喋ってもいいんやけども、もう何やろ、伝わらんね、感じ取ってなんとか感じ取ってください、この俺の気持ちを。とんかつ八海さんぜひおすすめなんで、ね、行ってください。で、今国道50号線走っておりますけども、これから、まあ、帰り道に着きながらどっか目指すわけですけど、どこに行くかはお楽しみというところでこの辺りにしておきます。じゃあね。